うん、これでよしと。で、たまおくんにまーちゃん、いつまでゴロゴロしてるの？だって眠いんだもん。まるでまぶたにダンベル2つぶら下がってるみたいだよ。それにもう疲れちゃったのだ。いやいや、疲れたって2人は遊んでいただけじゃないの。最近は家事も僕がやってるっていうのにダラダラしすぎだよ。いやー、なんて言うんだろうね。合宿には本当感謝してるよ。サンキューベリーマッチ。そうそう、いつもお家のことやってくれて本当感謝感激なのだ。2人ともちょっと軽いな。そう思うんだったらちょっとくらい手伝ってくれたらいいのに。したい気持ちはやばやばなんだけどね。なかなか行動にできないと言いますか。やれやれ、僕がいなかったらこの家はきっとゴミ屋敷になって大変なことになるんだろうな。ほんとかしい子には感謝感謝だよ。大事なことだからもう一回言うよ。感謝感謝だよ。ほんとありがとね。疲れちゃったし、ちょっと休憩休憩。まるでタンポポの綿毛のように軽い感謝の気持ちだな。だけど僕もたまには休憩したいよ。よく寝た。って、あれ？なんだ？何か違和感があるな。昨日何か変なものでも食べたっけな。って。ん？なんだこれ？これが、僕、体が小さくなってるよ。一体全体、何がどうなってるんだ？アッシーくん、うるさいよ。朝から一人で何を騒いでるのだって。二人とも、助けて！かわいい！そんなに言われると照れちゃうな。そんなことは言ってるんじゃないよ。こういう時はなんて言ってるんだよね。やっぱり赤ちゃん的にハイハイかな。ガシ君が可愛いって思った君は。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。一体なんで赤ちゃんになっちゃったの？それがわからないんだよ。起きたらこうなってたんだ。それじゃあ赤ちゃんになった原因はわからないか。それに元に戻す方法っていうのも全然わからないってことになるよね。それにカシー君の場合、赤ちゃんって呼んでいいのか青ちゃんって呼んでいいのかわからないよね。そんなのどっちでもいいよ。どっちでもよかったか。そんな二人ともふざけてる場合じゃないよ。ということは僕一生このままなの？それは困っちゃったね。ガシー君が一生このままだなんて。今度から誰のペロペロキャンディー食べたらいいの？そっちの心配かーい。だけど本当にガシー君がずーっとこのままの姿なのは困るし、どうにかして方法を探さないとだよねって。あれ？どうしたの？机に置いてあるあの日記、一体何だろう？昨日寝るときはこんなものなかった気がするけど、ちょっと読んでみよう。いつもカッシーに甘えてるバナオトマーに試練を与えることにした。いつもカッシーがどれだけ大変か、しっかり考えて、二人が成長したら元の姿に戻るだろう。神より。って書いてあるよ。ゴッドからの手紙？それに、試練？もしかして、オイラたちがカシー君に毎日甘えすぎちゃってたからこうなっちゃったのかな。なるほど、このままだといけないよっていう神様からのお告げなのかもしれないのだ。それじゃあなんとか試練を達成しないとね。よし、カシー君の世話や家のことをしっかり頑張れよ。おお、私たちだってやればできるのだ。カシー君、すぐに戻してあげるからちょっと待ってて。二人が前向きになってくれてすっごく嬉しいんだけども、正直なんだかちょっと不安だな。大船に乗ったつもりでいなさいよ。これが泥船じゃなかったらいいんだけど。安心してガラガラしてな。だけど家のことやるって言っても何やったらいいんだろう。今は部屋も汚れてないし、特に何もしなくてもいいんじゃないのかな。いや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 、まずは朝ごはんだよ。僕もお腹ペコペコだよ。わあ、確かにね。おいでもお腹ペコペコ。それじゃあ早速朝ごはんにするのだ。ああ、そうだった。いつもカシー君が出してくれてるから、ついつい待ってたよ。オイラたちで朝ごはんを作らないとね。それなら私が作るのだ。火を使ったりするから、バナオ君にはまだ危ないかもしれないからね。だけど、まーちゃん、本当に大丈夫？大丈夫、大丈夫。私だって料理したことくらいあるんだから。バナオ君、カシー君と遊んで待っててあげてね。承知しました。あー、楽しいね。まーちゃん調子はどう？いい感じだよ。まあ確かにいい匂いもしてるし、心配しないで良さそうだな。
カッシー君が元に戻るまであと少しだね。いやー、それにしても3人分も作らないといけないから大変だったのだ。カッシー君、毎日3食も用意してくれて本当ありがとうね。分かってくれたなら嬉しいよ。で、あれ、まーちゃん？どうしたのだ？なんでここにいるの？ご飯はできたの？いや、まだだけど、あとは煮込むだけだから二人の様子を見に来たのだ。いやいやいや、火を扱ってるんだから目を離しちゃダメだよ。ちゃんと見ておかないと。で、まずいよ、火事になってる。わー、パニックパニック。急いで火を消すんだ。まるー、あ、どんどん火が移っちゃってるのだ。カッシー君危ないからそこで待ってて。このままじゃおかしい、じゃなくて大火事になっちゃうよ。ふぅ、なんとかなったね。カッシー君、小さくなって大変なのに迷惑かけちゃってごめんね。私、もうすぐご飯も完成だと思って気を抜いちゃってたのだ。誰も怪我してないからよかったよ。だけど、これからは気をつけないとね。だね、勉強になりました。それじゃあ、なんとかご飯もできたし、みんなで食べようよ。いただきます。ちなみにこれなんて料理なんだろうな。これはまーちゃん特製トマトパスタなのだ。朝からモリモリ食べて元気つけないとね。あわわわ、うんうんうん、まあ、悪くはないね。ごちそうさまでした。いやー、いろいろあったけど美味しかったね。ふぅ、それならよかったのだ。カッシー君の大変さも分かったし、今度から私もご飯作り頑張るね。あらあら、カッシーちゃん、なになに。本当お子ちゃまなんだから。ケチャップなんてチュケチャップ。あ、本当だ、全然気づかなかったな。軽い殺人事件みたいになってるじゃん。まったく可愛いですね。仕方ないな、おいらが拭いてあげるよ。パナオくん、気持ちは嬉しいけどケチャップだから洗濯しないと取れないかもしれないな。そうだ、それじゃあ私はお皿洗いとかをしてくるから、パナオくんは服を洗濯機に入れてきてよ。オッケー、こっちはおいらに任せてよ。よろしくね。さあおいで、カシちゃん、チャップチャップの時間でちゅよ。ちょっと怖いでちゅ。よし、カッシーちゅ、バナをお兄ちゃんに任せておいで。大ぶりに乗ったつもりでいてちょうだいね。バナオくんにお世話されるっていうのも変な感じだな。まあ僕今何もできないし、よろしくね。任せといて。上の服にもズボンにもついてるから全部まとめて洗っちゃおうか。嘘、ちょっと待って。これであとはボタンをと、あるー、あとは洗濯が終わるまで待つだけだね。バナオくん、バナオくん、洗濯ありがとね。ちゃんとできた。おいらにかかれば余裕だよ。あれ、そういえばカッシー君は？その辺にいるんじゃないの？って、あれ？いないね。カッシー君、どこ行っちゃったのだ？おい。ん？今はどこから聞こえた？わからないけど、なんだか声がめちゃくちゃこもってるように聞こえたのだ。おい、カッシー君。どこにいるの？二人とも、こっちだよ。どうやらこっちの方から聞こえてきたみたいだね。お風呂場で遊んでるのかな。ほんと子供なんだから水遊びなんてしてる場合じゃないよ。でね、こっちから声が聞こえた気がしたんだけど、カッシー君はいないのだ。バナー君、カッシー君の服脱がしてからその後どうしたのだ。確か、あれ、おいら服脱がしたっけ。どういうこと？洗濯機の音はするし、一体今洗濯機で何が現れてるのだ？上の服にもズボンにもついてるから、全部まとめて洗っちゃおうか。あ、まずい。ごめんよ、カッシー君。死ぬかと思ったよ。わあ、まずいね。カッシー君から泡が出てるよ。とにかく急いで泡を流さないと。何か洗い流せるものは？と、バケツとスポンジゲット。そうだ、確かお風呂に昨日の水が残ってたはずだから、それをすくって流すのだ。カッシー君、こっちに来てきて。マレ、この水をすくって泡をとにかく流さないと。うん、冷たい。あと少しの我慢なのだ。いや、もういい、もういいよ、二人ともいいから、ちょっと周りを見てみてよ。周り？わあ、大変だ。お風呂場が水浸しになっちゃってるよ。一体どうしたらいいのだ。もう一回バケツですくって、浴槽の中に水を戻す。そんなことしてたらカッシー君の息がもたないよ。じゃあどうしたらいいの。あ、そうだ、チェストの中にスポンジがあったんだった。これを使って、はるー。おー、
イラにかかればこんなもん楽勝さ。ふぅ、なんとか助かったな。カシー君、ほんとごめんね。家のことをやるっていうのはすごく大変なんだな。だけどカシー君も無事だったことだし、ご飯に洗濯物も終わったから少し外で遊ぼうよ。賛成。いつもやらないことやってたから遊びたかったんだよ。ちょっと待って待って、二人とも気が早いな。とんだせっかちさんだぜ。まだやることが残ってるぞ。え、一体何が残ってるの？もうこんなにお部屋もピカピカだし、絶対やることはないはずなのだ。窓の外を見てみなよ。ん？窓の外？僕たちの家畜のお世話をしないと。ああ、そうだったのだ。カッシー君がやってるのはお家の中のことだけじゃなかったんだよね。ほんと働き者だな。よし、それじゃあお世話に行きますか。って言ってもお世話って何をしたらいいんだろうね。確かチェストの中にあったぞ。バケツに小麦、牛さんの餌やりとミルクの回収をお願いします。よし、任しといて。ももちゃんたち、ミルクをいただくのだ。おいで、小麦をあげるよ。あー、喜んでるみたいだね。うんうん、美味しそうなミルクがたっぷり取れてるのだ。あの子も餌やりは順調？順調だよ。牛さんたちが喜んでるね。って、あれ？あれあれあれ？ちょっと二人ともゲート閉め忘れてる。動物たちが脱走しちゃってるよ。わー、大変大変。小麦を使って急いで呼び戻さないと。牛さんたちが大冒険に出かけてるじゃん。みんな、こっちがお家だよ。帰ってくるのだ。あー、これはとんでもない時間かかりそうだね。全然寄ってくる気配もないし。これでみんなお家に戻ってこれたね。なかなか言うこと聞かない子もいっぱいいて大変だったのだ。それにフェンスゲートはつい閉め忘れるといけないってことが十分わかったね。二人とも本当お疲れ様。この調子で頑張ってたら元に戻れそうだね。だけどちょっともう疲れが限界だよ。足に腰、肩に首、全身が悲鳴を上げちゃってる。ダメ、私も同じく少し休憩したいのだ。膝や肘までもヒーヒーだ。ちょっと休憩、おやすみ。バナーめー、やれやれ、せっかくだし僕も一緒にお昼寝しようかな。くぅー、カシー。おーい、おーい。ん？カシーくん？一体どうしたの？大変だ、夜になってるじゃん。まーちゃん、起きて。おいらたちはお昼寝しすぎちゃったよ。もうお昼寝通り越した普通の睡眠さ。もうバナーくん、うるさいなーって。ちょっと待って、よく見て。ちょっとカッシーちゃんは待っててよ。オイラたちが頑張らないとカッシーくんが元に戻れないから。って、あれ、カッシーくん元の姿に戻ってる。わぁ、ほんとだ、一体なんでなんだ。って、あれ、あのノート、もしかして。もしかするかもしれないのだ。ちょっと読んでみようよ。二人はカッシーの大変さをよく理解し、成長したようだな。素晴らしいぞ。これからはカッシーだけに任せず、三人で協力するように、神より。って書いてる！やったー！これは私たちが頑張ったのも認めてもらえたってことだね。いやー、それにしても、カッシー君がこんなにたくさんの家事や仕事をしてて大変だなんて、こんな機会がなかったら全く気づかなかった。それに普段自分たちがどれだけカッシーくん任せて何もしてないかもよくわかったのだ。なんだかとっても不思議な体験だったけど、二人が成長してくれたみたいで僕も嬉しいよ。みんなもオイラたちと一緒にお家の人のお手伝いを頑張ろうね。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。 Twitter と Instagram も